頭がおかしくなったんじゃないかって言われるわ。あんたはマダムマムとアニャンクーニャンの推薦状を持ってるの、入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。よし。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。わあ、そのまんまだ。書いてある言葉、大盛り、お仕置き、古文。プーって。ホルネオさんの屋敷へようこそ。BGM も同じような感じの。高価なものだらけなんでお気をつけて。とりあえず言われた通り。マムの推薦か、かわいいな。おい、勝手に触るな。はい。大盛りと古文はわかるけど、お仕置きってな。おとなしく部屋で待っててくださいね。部屋は奥だ、急げ。ここが控え室っていうね。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。おらら、どうされました？会場のつぶれませんか？いけませんね。までご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。えやってるだろうか。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃつまねえぞ。わかってんの。しかし今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？あ、ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ！まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと2人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は3人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、
誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。とやかく言われなかったこの格好には。これからどうなる。そのうち声がかかると思うけど、気味悪い部屋だね。え、これ自販機、ドンちゃん自動販売機、スラムのドン。何このカバーだけちょっとかっこいい感じが。ドン・オブ・ザ・スラム、メガポーション安売りだ。あとはまあ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 、これどう見ても拷問室なんだよな。エーテルターボ、うわー。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？物騒な拷問道具があるよ。行きますか、こっちか。控え室っていうかもう地下牢だけど。娘ども、ここに整列。はあ、うん、ああ、見た顔だな。ああ、どっかで会ったか。まあいいか。よーし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。はい。いいの、いいの。どのおなごにしようかな。はい、はい。お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた、決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の？努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。あ？おい、今の誰だ？お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわっ、おい、拒む仕草がういの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー、これ、お前どっち、俺こっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸かも。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。おひー、よく見ると可愛いの。寄るな。おひー、これは進路線、たまらん。これは何だ。
いや、気にしない気にしない、ただの記念写真、写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前らお客さんだ、仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい？準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前、闘技場の。何しやがる。エアリス捨てて。この野郎。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してある。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。いいやつじゃんか。ああ、マジャン。ファイヤーカプセル。闘技場の視界もちゃっかりいるし。これ、サブクエストの進行具合で、急ぐんだ。コルネオに選ばれるやつは変わったのかな？クラウドが選ばれたけど。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつら、ちくしょう。こいつらボコれる？なんだ、抜け出してきたのか。飛んでけ。協力してこ。さあ行くよ。やめてスタートポーズ。当てる。殴っちまえ。てて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 。よし。久々の拳。ナイフはねえだろ。よし。そこ。沈め。じゃあね。ああ、そうそうそう。ここアイテムがありそうなんだ。あったあった。怒りの指輪？お、マテリアスロット増えた。出た、バーサク。これを多分つけると、常に通常攻撃を繰り出すような感じになると思うんだが、ティファーにつけてみるか、試しに。怒り。よし。さて、大盛りに。お仕置きは今言ったって、なんもないよね。なんかあったかな。あ、一応下れる。下れるけど別に何も見落としちゃいないし、よし、大盛りだ。
おっと、何しに来た。飛んでけ。お前らは不合格だ。やっ、クラウドが合格しちゃったからね、あろうことが。離れてて、そこから狙える。そこ届け。まだ遅い。はい、いい汗かいた。ボッコボコ。ん、なんかある。暗、あれ、ここが地下室。地下、これあのお仕置き室の隠し扉と同じようにつながっている。うん、拷問室だね。こっち扉あるけど開かない。この先行けばドン・コルネオの部屋だろうけど、もうクラウドちゃんに怒られてんじゃないの。あんなもう超小型カメラなんて使っちゃって。ここだ。うわ、ピンクい。やろうだ。たまらん。いただきまーす。おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。お会いにくさま。あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。男じゃねえか。何だ、どうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ、シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひうん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒュードガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。この選択肢あったな。まあどれを選んでも、あ、残念、時間切れ。
正解は教えない。